んこちゃん死んだんだって。あんこちゃんが死亡したので、あんこちゃん死んだ。あんこちゃんが死んだんじゃなくて、あれか、大弓が死んだ。大弓が死んだ。弓が死亡した。マジで今何度だ。今18度ぐらいある。うわー、18度ぐらいあるわ今日。あったけー、マジであったけー。今日はあれだ、あったかい。これぐらい、これぐらいになってくれるとね、あれですけど、まあ、まだ2月だからな。多分あれだろう。まだ2月ですからね。まあ、ようやく3月の中旬ぐらいから暖かくなるかな。2月いっぱいはまだまだあれでしょ。まあ東京だったらあれか、3月からもう東京だったらわりかしあったかい。新潟はあれですね、新潟行った時は、あの、4月にならないと、あの、スノータイヤをずっと履いてないと危険ですから。4月になればもう、まあ、スノーいらない、まあ、履き替えるんで、ですけど、それまでに、あの、履き替えたりすると、たまに降ったりするからな。3月下旬とかに降ったりすんねん、あれ。だから俺は、あの、いつも、あの、スノータイヤはね、4月1日になったら買えるっていう感じだったけど、にしてもこの金麦うまくねえな。マジで。外れだな。マジ、来月。
来月、今のうちに朝日の極上の第3のビールの極上、あれ、ワンケース買っとこう。クオリティが下がる前に買っとこう。あれはちょっとやばい。あれコスパが半端ないんで、個人的にクソうまい、あれは。とんでもないうまさ。とんでもないコストパフォーマンス。だって一缶100円ぐらいでしょ。おい、残金2000円でどうすんねん、生きれんのか。いや、だから残金はあれだって。別にあれですよ。食費だけっすよ。食費だけだから大丈夫でしょ。俺の計算によるとね、俺一日、2食しか食べないんです。で、1ヶ月1万円で、食費だけ1万円なんで、30で割ると、333円です。1日333円なんで、まあ、一食あたりその半分で168円ぐらい。一食168円で余裕だろ。まあ、自炊してんだったら一食168円で超余裕だぞ。マジで余裕すぎる。2030で割ってない。1万。6個目線いらっしゃい。金麦だけで一食終わるじゃん。あ、これあれ、これ酒だから。食費だけだから。酒とかタバコとかあれ、そこら辺はあれですよ。そこら辺1万円生活してませんか。大丈夫。別に決まってんだろ、お前。まあ、家賃4万4千円やと。その時点でもう破綻しとるわ。1ヶ月1万円の、まあ、家賃1万、1ヶ月4万4千円だぞ。その時点で済んでるわ。ハッコベさんいらっしゃい。嘘だよな。酒、タバコ代は月1万だね。酒とタバコ代1万円ぐらいです。最初の1日で合流するしねえよ。ということでね、今日ね、パソコンが届いたんですよ。今日パソコン届いたんですよ。今日新しいパソコン届いたんですが、あまりにも早く届きすぎて、注文してね、48時間で届いたからね。注文して48時間で届いた。で、一つ、問題がありまして、回復ディスク。回復ディスクを作らなければいけないということを忘れていて、回復ディスクを作るには USB の 32GB が必要らしいんで、今日 Amazon で USB の 32GB を1000円でポチったんで、とりあえずそれ届くまではちょっとあれだな。
過去の残してなかった。何、過去の残してなかった。ああ、甘い。ああ、金麦甘い。ああ、もう金麦甘いやだ、これ。うまくねえ、この金麦うまくねえわ。甘い。なんでビールなのにこんな甘いんだよ、お前。ふざけんなよ。最近の第3のビールとかさ、生ビールさ、やけに糖類が添加されたやつが多いんだよ。もうこの原材料でね、もう見るとね、もう大体ね、わかるんですよ。はい、麦芽とホップと糖類って書いてある。もう糖類が入ってた時点でも大体外れです。大体外れ。まずい。もう分かってた。うん。ただ、分かってたんだけど、一応、酒は、まあ、酒のレビューをするというのは、わりかし、趣味なんで、大体新商品はね、割と買うのが趣味なんで、まあちょっと外れだと思うけど買うかってことで買ったんです。まあ、まずいってのは分かってんだけど。まあ、一応な。まあ、チューハイで甘味料が入ってるやつはもう、120% まずいのが分かってるんで、もうそれは買わないんですけど。120% まずいんで分かってるんですけど、買わない。もう今だけ、多分今だけ美味しいの。朝日の極上。今だけ。絶対あと1年後にはもう確実にまずくなってるから。あれ。うまいのは多分今だけだぞ。だからもう来月500ml のやつ、ケースで買うわ。酒の類はもう、うまさが変動するんで。あ、19個目さんいらっしゃい。2000円の使い方考える枠？あ、別にいいですよ。それでも。残りだいたい、今22だろ。あと一週間。あと一週間ぐらいですね、2000円。あと二週、
1週間2000円で生活。1週間7日だから、7、7、3、21で、まあ1日250円ぐらいか。余裕っす。1日250円でしょ。で、備蓄もありますから、備蓄。備蓄もあるんで余裕です。備蓄ありますね。米ある。米の備蓄あるし、あと餃子も、冷凍餃子もいっぱいあるし、米、餃子、あとフルーツグラノーラ。フルーツグラノーラもあるし、前ほら、アマゾンの、なんとか、プライムデーだからなんとかデーみたいなの、あったじゃん。あの時に、買っといたんですよ。フルーツグラノーラ。シリアルね。あれが安かったんで、大量に買ったんです。余裕です。もうリッチ枠ですね。余裕ですよ。ああ、うまくねえ、マジで。うまくねえなーこれ。あーまぐい。でも言うてそんなに、使わないからね。酒でさ、酒とタバコでさ、1ヶ月どんぐらいかかるかって、1万円以内で絶対、1万円以内ですよ。間違いなく。酒とタバコと、まあ、あとゲームとかだな。まあ、酒、タバコ。酒、タバコ、1万。ゲーム1万ぐらい。ゲームで1万円ぐらい使うんで。昨日もあれ買いましたね。昨日 3DS の、セールっていうか、セールやってたんで、半額セールみたいな、やってたんで、買いましたけど、その他、レゲエです。その他レゲエをいくつか購入し、データさんいらっしゃい。ああ。
明日は、精神科に行かないといけない。明日雨なんだよな。東京で雨は結構珍しいんですよ。お薬がなくなってきたんで、精神科に。行かなければいけない。結構あれですね、去年、あ、じゃ、先月はすげえ気分悪かったけど、それちょっと先生に言って、パニックのあれがあるって言って、パニック障害のその薬を処方してもらって、先月ではないのか。2週間に1回、あれですね。2週間に1回、精神科行くんですけれども。23個目さんいらっしゃい。先週、先々週に比べると、だいぶ、その薬が効いてんのか、わからんけど、だいぶ、良くなったような気がする。とにかく外に出ると何ていうか、恐怖を感じるというか、動機が激しくなって、あれなんですよね。そこら辺の人間になんか、見られてるんじゃねえかみたいな。勝手な妄想なんですけどね。その勝手な妄想が発動するんですか。いや、見られてねえと分かってんだよ。そう。だから、自意識過剰なんですよ。自意識過剰なの分かってんだけど、それは分かってたとしても、自分でそう思ってたとしても、体が勝手に反応するんで、俺はどうしようもできないんですよ。俺にはどうしようもできないんですよ。普通の人だったら、じゃあ自意識過剰じゃん、みたいな。お前そんな考えないで、いいじゃんって言うじゃん。そんなこと考えんなよって言うだろ。俺だって別に考えたくて考えてるわけじゃねえんだよ。勝手に俺の体が、そう考えちゃうんですよ。無意識だからね。監視されてるとか見られてるとか妄想ある。外出るとそうなりますね。外出るじゃん。どっか買い物行くじゃん。動機激しくなるんです。
で、家帰ってきても動悸激しいような。こう、心臓をこうギューって握りしめられてるような、感覚ですね。それが家に戻ってもずっと続くんですよ。まあ、簡単な話。ただの、被害妄想です。ただの被害妄想。だから、うつ病とかってのは、結局、そこら辺の神経が、いかれちゃって、勝手に、なんていうかな。そこら辺のその回路が壊れてんだ。そこいらの回路が壊れてくから、まあ、結果的にはそういうこと。自意識過剰なんです。まあ、それをコントロールすることはできない。なぜならそのコントロールしている部分がぶっ壊れてるから。まあ、ぶっ壊れてるんですよね。脳のセロトニン不足との伝達異常。セロトニンっていうのはあれですよね。いわゆる幸福感とかのあれでしょ。セロトニンって。まあ、ドーパミンみたいなもんでしょ。確かに。それがぶっ壊れてる。まあ、あとはあれですかね。波があったりとかね。躁鬱とかさ。躁鬱病ではないんだろうけど、躁鬱はやっぱりあれなんだよね。気分がこう、ぐわーって上昇したり、ぐわーって下がったりとか。まあ、おそらく俺はそんなぐわーっと上がることない。常にその、なんか、常にこう、へこんでるみたいな感じ。まあ、そう打つの人だったら多分、そうの状態になると、ウェーイみたいな、パリピ勢みたいになる、なるんですかね。わかんないですけどね。
でも気分がいい日と悪い日はあるのはある。まあ、いい日だからつって、そこまでその、気分が上がりはしないんですけど。気分がいい時が普通の状態。一般人が普通の状態が、俺の中では、一番いい状態。で、大体常に、それよか下なんですよね。でももうこれうつ病と11年以上経ってますけど、もう忘れましたね。自分の良かった時の感覚すら覚えてないんで、いつ良かったんですかっていうか、例えばの話、良かった時のことを、違う、気分がなんかその楽しい時のを思い描いてくださいって、ねえ、よく、なんか、ねえ、言うじゃん。良かった時なんて、ねえんだけどって。記憶にもない。良かった時が、ここ最近どころか数年ないんで。もはや良かった時は、覚えてないんで、わからないんで、想像できないんですよね。もう諦めた方がいいね。もはや。もはや、もうそういうもんだと割り切るしかないね。もう、そういうもんだって、割り切るしかないんだけど、ただよく言われるのが、人とね、自分をね、比べるなって言うんですよ。人、いわゆる精神科の人とかが、人と自分をね、比較するのはやめろって言うんですよ。いや、やめたいんですよ。ただね、やめられないんですね。これもまさに、勝手に考えちゃうんでダメなんです。だから、考えるなって言われて考えないっていうことできない。逆に考えるんだよ。不可能ですね。だから、比較するなって言うけど、比較したくねえんだけど、しちゃうんです。自動的に。もうそういうね、脳内になってるんです。
だからまだ、なんか、趣味っていうか、ゲームとかさ、楽しくやれてればまあいいんですけど。まだそん時はいいんです。ただしもう趣味が、楽しく感じられなくなったり、無気力になって、もうやる気が出ない。ってなると、まあ結果として悪循環になるんだね。だからできないことによってストレスが溜まって、そのストレスを発散しようとして、まあゲームとかをするんだけど、結局それが、したくないんでやらないんで、結果としてまたストレスを溜めるという。悪循環ですね。まあ、どうしようもないですね。僕は。僕としてももうどうしようもないですけど。やる気が出ないっていうのはもう、やばいですね。まあ、眠れないとかもやばい。眠れないとかでもやばい。まあ、睡眠薬飲めば寝れるんだけど、まあ、まだいいっすね。睡眠薬飲めて寝てられるんだったらいいんだけど。最悪、飲んでも寝れないっていうパターンがありえますか。飲んでも寝れない状態になったらもう、あれだね。入院だな。今時ソーテックのパソコン使ってるやろ。いや、これモニターだけ。ソーテックはこれモニターですから。ソーテックのパソコンはもう10年前に、10年ぐらい前ですね、使ってたのはね。30個目さんいらっしゃい。31個目さんいらっしゃい。郵便局の仕事ってダメだった。郵便局の仕事ダメですね。郵便局の仕事は腰が壊れてもうダメです。しかも深夜帯だったからね。あれが、あれ、どこらぐらいだったっけな。実労が9時間だったかな。実労が9時間だがで、いや、9時間だったかな。夜勤で働いてたんですよ。夜勤で働いてて、確か、いつだったっけな、夜の11時ぐらいから、いや、夜の9時ぐらいからか。夜の9時から、朝の6時ぐらいまでの時間だったんですね。働いてたのに。で、その中で多分1時間か2時間ぐらい休憩があるんで、実際労働時間が多分7時間かそこら辺なんですよ。でもやっぱね、人間はね、ダメですね。夜働くのはね、おすすめしないです。全然、全然、
全然ダメ、あの感じ。夜中に仕事して、朝着いて、だいたい朝8時ぐらいに家着いて寝るんだけど、もうダメだな、確実に。あれ、おかしくなる。精神的に狂ってくるから。人間やっぱね、昼働く方がいいんですよ。昼働くのが一番いいんです。ニートってどうやって生活費捻出してんの？YouTuber です、YouTuber。YouTuber ですから、僕は YouTuber ですからね。YouTuber で捻出してます。まあ嘘だけど。まあ嘘なんですけど。大体なぁ、俺いつも昼の1時に起きて、で、夜中の3時ぐらいに寝るんですよ。大体、今の、あれだと。でね、だいたい昼か。起きてね、起きて、6時間ぐらい起きて、いや、起きて3時間ぐらいかな。まあ、割かし気分がいいんですよ。でね、だいたい夜になってくつれて、気分が落ちてくるんですね。かといって朝7時ぐらいに起きて、いやもうダメだ、もう最近ね本当に寝てる、俺めちゃくちゃ寝てるわ。いつも毎日ね、13時間ぐらい寝てるわ。24時間のうち13時間は寝てるわ。とんでもないな。ほんとに。1時ぐらいに起きて、で、6時ぐらいまで適当にパソコンいじったりして、時間潰すんですよ。6時からね、やけに眠くなってきて、今日も、まあ6時から9時まで、3時間寝た。とにかく眠くなる。でさらに眠くなるのを防止するためにカフェインを取る、まあコーヒーを飲むっていうさ、そのあるじゃないですか。カフェインが俺もダメになっちゃって終わったっていう。カフェイン、過敏症、まあ、いわゆるカフェインアレルギーみたいな感じになっちゃって、カフェインを取ると、とんでもない、動悸が、激しくなって、
とんでもなく気分が悪い。だから、紅茶ダメ、緑茶もダメ、コーヒーも当然ダメ、さらにコカ・コーラもダメ。その他、モンスターエナジーとかも当然ダメ。くそ。ドクターペッパーとか大好きだったのに、ドクターペッパーも飲めねえわ。ドクターペッパーもあれカフェイン入ってるからもう飲めねえっす。ドクペ大好きだったんだけどな。今から半年ぐらい前かな。半年か1年ぐらい前にそれになったんですよ。カフェイン過敏症になったんですよね。別に何のあれもなく、前触れもなく、いきなりなったんで、普通に飲んでたんですよ。麦茶大丈夫、ほうじ茶も多分大丈夫。だから俺が常備してんのは、あれ、麦茶。あと、ウーロン茶もダメです。ウーロン茶もあれ、かなり、カフェインが入ってるので、あれダメです。で、だから、ね、最近飲んでんのが麦茶、牛乳、さらにピルクル。これが大好き。最近ハマり出したのはピルクル。ピルクルがもう大好き。で、あと野菜ジュース。そして最近購入した、ノンカフェインの、違う、カフェインレスコーヒー。カフェインレスコーヒー。これは大丈夫ですね。カフェインレスコーヒー。こちら Amazon で値段が1000円ぐらいのやつなんですけど、こちらがなんと、カフェインが、カフェインの残留率が 0.3% 未満というやつなんで、まあ若干は入ってるんですけど、若干すぎるんで大丈夫です。これ大丈夫ですね。カフェイン過敏症の人は、カフェインレスコーヒーを飲んだ方がいい。いや、飲んだ方がいいっていうか、飲んだ方がいいっていうこともないんだけど。やっぱコーヒーってほら、なんかとさ、甘いもんとさ、食べたりすると美味しいじゃないですか。ねえ。あと特に夏場はね、夏場はね、いわゆる緑茶。夏場に緑茶飲む人いるけど、あれ危ないんでやめた方がいい。緑茶はカフェイン入ってるんで、利尿作用があるんで、カフェインは利尿作用ありますから。スイカと同じで、食ったら、おしっこが出たくなるんで、結果として水分補給ができないんで、それで脱水症状になる人はいます。37個目さんいらっしゃい。コーラは大丈夫。いや、コーラもダメです。コーラもダメでした。コーラは、コーヒーの、約6分の1ぐらいのカフェインしか入ってないんですが、残念ながらダメでした。ので、ダメです。コーラもダメ。
慢性蕁麻疹が、もうすげえガキの頃からだと思うんだけど、慢性蕁麻疹がね、あってですね、全然治んない。もうあれも諦めた。あれ多分治んねえわって思ったんだ。あれは治んねえわ。多分治る病気じゃねえと思う。おそらく。ジンマシンは多分治る病気じゃねえぞ。おそらく。もう多分20年ぐらいジンマシンで、最近も薬飲んでんだけど、横っ腹が痒くってさ、横っ腹が痒くって、もうかきまくって、血だらけになるんで、双剣美茶か16茶いっちゃおう。ああ。でもやっぱコスパが高いのはやっぱ麦茶なんだよ。麦茶超安いからな。ほら、水出しのやつ。水出しとかお湯出しのやつあるじゃないですか。あれ、半端なく、コスパいいからな。とんでもない量入ってて、値段300円ぐらいで買えるから。あれ、コスパ半端ねえ。まあ、16ちゃんも、双剣美ちゃんも、まあ、美味しいは美味しいんだろうけどな。双剣美ちゃんと、ずっと飲んでねえな、それ。双剣美ちゃんと16ちゃんなんて。最近飲んだ記憶が、一切ない。あ、すっげえまずかったのお茶あったわ。太陽のマテ茶っていう。これとんでもなくクソまずくて、とんでもなかったね、これ。何年前だったかな ?5 年前か、それぐらいに出た。これがさ、俺が人生の中で一番まずかったお茶だね、これ。すっげえまずくてびっくりして捨てたもんな。2、3口食って、うわーってなって、速攻で全部捨てたから。あったかい麦茶が好き。あとアクエリアスは。アクエリアスとかポカリとか、なあ、あそこら辺とかね。美味しいっすね。ブラックコーヒーと甘いものとか最高にうまいのに人生損してる気がする。いや、だから、ブラックコーヒー飲めるってカフェインレスだった。カフェインレスだったら飲めるぞ。ブラックコーヒーいつもカフェインレスコーヒーでブラックコーヒーだもん、作っとるわ。マテ茶は傷んだレタスの味。これ本当にとんでもなくまずかったもんな。ここまでまずいお茶あるのかって逆にびっくりしたよ。44個目さんいらっしゃい、和子です。これ麦茶。あと、ジンジャーエールとかも飲める。ジンジャーエール。カフェインレスあります。でもさ、小麦粉アレルギーとかの人の方がさ、人生損してるよね。いや、別に人生損してるっていうか、損したくて損してるんじゃないんだけど、小麦粉アレルギーとかさ、のさ、人はさ、卵アレルギーとか、確実に人生損してるよね。
損してるどころか多分半分ぐらいしか、人生の多分半分ぐらい損してるよね。金なくても働かない？いや、俺働けないんだって、だから。俺働けないんですよ。俺はもう症状が悪化しすぎてちょっと働く気力もない。気分が悪すぎても働けん。もう諦めた。人生は諦めた。人生ドロップアウトです。やめやめ、もうやめやめ、もう人生やめやめ、終わり。人生終わり。あれよ、あれよ、もう人生終わり。もうあれですよ、いわゆるさっきも言ったけど、他人と比べるのは良くないんです。ただね、比べるのは良くねえんだけど、比べざるを得ないことって腐るほどあるんですよ。人生、まだ人生苦節31年しか生きてませんけど、で、人と比べざるを得ないようなことなんて死ぬほどあるからね。年末調整やってません。俺年末調整が未だになんだかも分かってない。あれ何なんですかね。未だに31年間生きてきて年末調整とか何なのか分かってないんだけど、多分俺だけなんだろうな。多分31歳で年末調整知らない人間って俺ぐらいなんだけだろうな。意味が分かってないもん。それ何それ、美味しいのっていうレベル。多く払ったものが戻ってくる。いやだからさ、多く払ったものが戻ってくるってさ、じゃあさ、花からさ、払わなきゃいいじゃん。なんでそれ多く払ってんのって話。それだったら別に年末調整いらなくね。多く払ったものがさ、戻ってくるんだったらさ、花からその、調整をさ、常日頃やっとけって話よ。それだったら年末調整する必要ないべ。なんでお前勝手に多く払わせてんねんって意味がわかんない。意味わかんないよ。あれやろ、仕事やってれば勝手に会社がやってくれるんだろう、年末調整。何にも考えたことないぞ、年末調整。あれ自分でやるもんじゃねえだろ、あれ。勝手に会社で働いてれば勝手にやってくれるんだろう。給料から勝手に引かれる。国が取りっぱぐれを防ぐため。わからねえな。だから仕事やってれば勝手にしてくれるんでしょ、あれって。自分で書かないといかん。ああ、俺も仕事やってた時、書かされたことあるな。あ、そうなんだ。だから一切俺やったことないね、それで。それやったことないわ、多分。ああいうのってさ、誰も教えてくんないよね。
あのさ、話が割とぶっ飛ぶけどさ、いわゆる、性の授業とかさ、保健体育の授業とかあるじゃないですか。ああいうのってさ、学校側がさ、ね、教えるべきなのに、ろくに教えないよね、あれね。あれ、何を考えてんの？あれこそお前、性教育は、あれだろ。しっかり教えないとダメだろ、そこは。バッチリ。もうバズッとすべて。その性教育のすべてを、小中高あたりでも全部叩きつけないと、ダメだと思うよ、あんな。親に聞くんだよ、年末調整。だって俺は嫌いだから全然聞いてない。話すらしない。俺親嫌いだから、一切話してないから。親と会話したことすらないよ。親とね、会話し、1年でね、1回ぐらいするぐらいです。絶対しない。相手からしてきたから仕方なく答えたとかだけで、俺から自ら話したことなんて一回もない、ね、ああまあだから何も分かってないんだろうな。分かる分かる。言うならばあれな、ドラゴン桜で有名な一言。バカはね、バカは、金を搾取され続けんだと。賢くないと、金をね、搾取され続けるって。当然そこら辺はさ、まあ社会出ないとわかんねえことだけどさ、誰も教えてくんないもんね。まあそれは、まあ年末調整はあれだな。まあ自分でググればなんとかなるとして、性教育なんてあんなもん、あれやろ。性教育こそお前、小中高で確実に、すべて、習わせるべきだろ。相談すること一つぐらい過去ない。ないです。だってさ、相談してもさ、嫌な人間にさ、相談しないだろ、大体。嫌いなさ、人間にさ、相談する？しないだろ。しないだろ、普通。だって、俺自身、そいつ、信用してないんだもん。信用してない人間にさ、相談なんてしないでしょ。相談するだけ時間の無駄だわな。たらればやめろ。確かに分かってくれそうな人には相談する。たらればやめることから始める。どういうことそれ。たらればってな、何のあれ話。
何をたらればしたの俺。俺なんかたらればのこと言った？でさっきも言ったけどさ、あのさ、たらればやめることってさ、ググればわかるんだろ。たらればだってググればわかるじゃん。だってたらればじゃないですよ。ググればわかるって、それたらればじゃないじゃん。もしもググったらわかるだろう。ググってもできねえだろって言ってんの。あ、年末調整ですか。え？年末調整ってさ、ググればわかるんじゃないの？違うの？年末調整のやり方とかでググれば出るじゃん。読んで理解できない。あー。じゃあどうすればいいんですか。読んで理解できなかったらどうすればいいんですか。俺の選択肢は。だって言われてさ、理解できない場合もあるしさ、読んでも理解できないんだったら、じゃあどうしようもないじゃん。一歩ずつ。あれは結構難しい。え、だからさ、あのさ、ググってもわかんない場合あるでしょ？誰かに相談してもわかんない場合あるでしょ？じゃあどうする？誰も相談できない。ググりもしない。だからググってもわかんないんだとどうしようもないじゃん。それでどうやって理解するってよ。不可能だ。税務署に行って直接聞くのが早い。え、だってそもそも税務署っていうことすらわかんないんです。年末調整が、あの、税務署に聞けばわかるっていうことをすでにわかんないから、そこで税務署に行くっていう選択肢は出てこないです。わかんないんだ。いや、だから話す人間がいねっつ。友達もいないわ、お前。親もいないわ。なあ、誰もいねえぞ、俺。相談に乗ってくれそうな人間なんて誰もいないからな。稼いだ額で納める金の額が変わる。じゃあ何？年末調整をしたことによるメリットは何なんですか？メリットとデメリットはそれ何なの？文字だけど俺は味方だ、安心して。いや、納得いかないね。で、納得できないね。
洗いすぎた金が戻ってくる。じゃあ具体的にどれぐらい戻ってくるんですか？じゃあ例えば年収が150万でした。どんぐらい戻ってくるんですか？年収150万で、どんぐらい戻ってくるの？俺は5万戻ってきた。え、だって年収によって違うんでしょ？例えば1億稼ぐ人間だったら、ね、100万ぐらい戻ってくるかもわからんし。でも年収150万だったら多分、数千円しか戻ってこないな。小遣いレベルじゃん。毎月ベースで金引かれるじゃん。ああ、あれね。国民年金じゃねえ。厚生年金か。厚生年金とか、なんだ、所得税とか、なんとか税とかだろう。年収によっておおよそ決まるけど、払いすぎた金が戻ってくる。だから、それもよくわかんないんですよね。だから、そもそもなんで払いすぎてんのって話。じゃあなんで払いすぎてんのって話になるよね。そこら辺国がしっかりしとけばさ、払いすぎをさ、防げばいいだけじゃん。で、しかもわざわざ年末調整なんてめんどくせえことしなくていいわけじゃん。なんなのそれ。国頭おかしいの？はなからそうしてさ、払いすぎないようにさ、すればいいだけでしょ。なんで俺らめんどくせえことしなきゃいけねん、バカ。アホだろ、マジで。税金を年収ベースで決めてるから、年度末にならないと1年の税金が決まらない。ああ、だから国は確実に金取るために若干多く取ってる。はあ。二度手間じゃねえかよ。お前どんだけお前じゃ二度手間だろ、それ。頭狂っとるな、そいつら。政治家マジ頭狂っとるな。とんでもねえ、コアクトとかの問題じゃない。早い話、年度末の税金を予想して、月々払ってる。ははー。はー。なるほど。年末調整とは、サラリーマンや公務員などの、給与所得者に対して事業所などが、支払った1年間の給料、賞与及び、賃金及び源泉徴収した、所得税などについて原則として12月の最終支払い日に計算し、所得税の過不足を清算する制度です。てか、今思ったけども、源泉徴収も俺してないの？よく考えた。源泉徴収してないんだけど。これ何？大体。俺、源泉徴収した、した覚えはあるんだけど、これ何？これはあれか、勝手に会社やってくれるんだろ？源泉徴収勝手にやってくれたよな、これな。俺、覚えてるぞ。俺、昔、仕事してた時、これ勝手にやってくれたぞ、これ。
確か。違うか。それで確か3000円ぐらい戻ってきたような気がする。でもおかしいな。俺が正社員の時に、1年で3000円ぐらいしかも戻ってこなかったはずが。それが年末調整じゃない。俺3000円ぐらい戻ってきた記憶あるんだよな。会社がやってくれる？それはやってくれるんだ。俺3000円ぐらい戻ってきた気がするな。会社からもらう源泉徴収票。はい。それで、それは金戻ってくんだな。それも金戻ってくんだ。じゃあ、2回金戻ってくるんだ。そういうことでね。2回金戻ってくるんでしょ？ってことは。その源泉徴収でも金戻ってくるし、3000円ぐらい。で、年末調整も、でも金戻ってくるんでしょ？ 5 万ぐらい。いやー、俺5万も返ってきた覚えないな。だいたいそもそも、源泉徴収じゃないや、年末調整自体した覚えもない。年末調整を俺、31年間生きてきて、やったことない気がする。マジで。個人で1年間10万を超える医療費があると、自分で、それを税務署に申告して金が戻ってくる。あ、何？それあれなの？それ医療費だけ？それ医療費だけの話なの？医療費1年間10万円も超えねえだろ。医療費なんて1年間10万も超えるか。だいたい、俺が、俺の場合だと1年間で1ヶ月3000円ぐらいかかって、12ヶ月やから、3万6000円やぞ。10万なんて絶対超えへん。そんな超えないだろ。超えるやついるのか。逆に。そんな絶対超えないだろ、10万なんて。年末調整の対象外となる人間が、はあ、はあはあ、年末調整していても確定申告が必要となる場合。あ、確定申告も俺したことない、これ。何これ。また、よくわかんない話出てきた。確定申告。どんどんわけわかんねえな、マジで。あ、まんまんさん、広告300ポイントありがとうございます。なんだよ、これ。年末調整もわかんないし、確定申告もわかんない。で、さらに源泉徴収もわかんない。このすでに3つの単語がもうわかんない。終わった。多分31年間生きてきて、俺ぐらいじゃないか。これ知らないの多分俺だけなんだろうな。あ、絶対な。確定申告が必要になった時、あ、税務署に申告するのが確定申告。確定申告が必要となる場合が、年収じゃねえ、給与収入が1箇所以上、1箇所からで副業の、所得が20万を超えている。副業なんてできないから超えてない。給与収入が2箇所以上からあり、2箇所以上ない。2箇所以上ない。同族会社の役員やその親族などの会社から給与を受けていて、給与以外の賃貸料の支払いを受けた。これは受けてない。年末調整では手続きできない還付を受けたい。なし。じゃあ、これ必要ないじゃん。もう書いとるぞ。確定申告必要ないって。俺、あれか。俺は、そんな、これ当てはまんない。いや、当てはまんないよ、これ。しなくていいでしょ。ね。1年間の収入が確定しましたと申告する。ああ。
じゃあ、例えば月20万の収入があったとして、まあ、それを1年間続けました。合計が、240万。1年間合計で240万でした。で、その240万ですって書いて、それを申告するんだ。これで終わりでしょ？これで終わり。それだけで終わりなんです。それで終わり？ってことは、少なくとも給与明細を全部所持しとく、捨てないで取っておく必要があるわけだ。そういうことやねんな。だって収入の証明ができないもんね。だから給料明細を、取っとかなきゃいけないんだ。あ、俺昔ずっと取ってた気するけどな、やってないかもしれない。毎月の給料明細ずっと取っといたけど、申告してなかった気する。多分申告してねえな。会社は20万が12ヶ月続くだろうと予想して、毎月の税金を、社員から引いて預かって。なんか分かったような、分かってないような。分かったような、分かってないような感じ。でもそんなのさ、普通に会社が全部やってくれればよくね？って話。会社は社員の分として税務署に納める。そもそも収入なきゃ何もしなくていい。だから会社がやってくれればいいだけじゃん。俺、会社にやってもらった気がするぞ。それ。確定申告。俺、会社にやってもらってた記憶あるな。おかしいな。俺の気のせいか。で、3000円ぐらい返ってきたような気がする。っていうのは、これ、あれですか。会社は絶対やってくれない。だからやってくれる会社とやってくれない会社がいるのか、もしくはもう全部の会社がやってくれませんっていうパターンなの。これどっち？全部の会社はもう絶対やってくれないんで、100%。100%やらないの。だから自分がやんなきゃいけないってこと。これ100%。100%？日本に、存在する会社すべて100%絶対やってくれないの。自分がやんなきゃ絶対やりませんっていうパターンなんだ。8月に辞めた場合とかは自分でやらない。それやってもらった気するぞ。やめまして、俺も何度もやめたことあるけど、やめて、それなんか会社から、そのなんとかかんとかを、紙もらって、それを次行く会社に手渡して、みたいなのあったぞ。だから別に自分でやったことねえよ、マジ。マジ自分でやったことねえんだけど。会社が勝手にやってくれん。多分そうでしょ。
勝手に会社やってくれるでしょ。さすがに。やってもらった記憶があるぞ、俺。辞めた年の年度末、翌年の税金は申告しといた方が無難。だいたいその年度末っていうのは何？3月30日のこと。年度末って3月30日だよね。そうだよね。翌年の税金は申告しといた方がいい。いや、だいたいもう3年ぐらい働いてないからな、だいたい。そもそも3年ぐらい働いてないから。確実に やる必要はない。だって俺一切働いてないもん。3年間ぐらい。3年ぐらい働いてないからな。やる必要ないべ。はーい。やる必要ナッシング。いいでしょ。でもバイトとかでもあれなんですね。やんなきゃいけないですね、それね。バイトとかでも。俺なんてマジですげえからな。最短3日ぐらいで辞めた記憶あるわ。あれなんだったっけな。最短バイトに3日ぐらいで辞めた記憶ある。やったら得する可能性が、うん。最短3日ぐらいで辞めてさ、バックレたことあるからな。3日でバックレたことあるけど、バックレは絶対やめた方がいい、ね。あれ、後でわかるぞ。バックレはマジでやめた方がいい。バイトでもバックレはね、絶対やめた方がいい。本当に。後で降りかかってくる。体験談。バックレた人間の体験談。3日ぐらいでバックレた人間の、体験談だけど。とんでもないことになる。なんだったっけな、さ、ローソンのさ、バイトだったっけな。3日ぐらいで辞めたんだよ。しかもバックレたんですよ。で、バックレて、で、その3日間分の給料を、その店にね、取りに行かないといけないみたいな感じになって、そんで、ね、で、銀行振り込みにしてくださいって、言ったんだけど、ダメって言われて、で、仕方なく取りに行って、すげえ気まずい感じとか、半端ないですね。バックレやめた方がいいと思う、マジで。コンビニでもバックレ、うん、バックレましたね。あと何でバックレたっけな。違う、バックレてもいないんですよ。確か前ね、カラオケ店でね、バイトしてて、確か1週間ぐらいで辞めたんですよ。で、ちゃんと電話でね、辞めるって言ったんですよ。ちゃんと辞めるって言って、それなのに、辞めるってさ、言ってさ、で、その日のさ、夜8時ぐらいに俺の実家に来てさ、実家に来て、すごかったからな、あれな。未だにあれトラウマで覚えてるわ。で、その店長がね、来たんですよ。俺の実家に。来てね、こう言われましたね。俺がその時が、確か25歳ぐらいだったかな。25歳ぐらいでさ、その店長に言われたんですよ。
お前25にもなってバイトして、で1週間で辞める？そんなんだから、未だに実家暮らししてんだよ、みたいな。すげえ暴言吐かれた。すげえ暴言吐かれて、すっげえトラウマになったな。今はほら、あれだぞ。昔はなかったんだけど、今すげえのがあるからね。会社辞める代行、みたいな。会社を辞める代行会社があるんですよ。ほら、なかなかさ、今のご時世さ、なかなか辞めるとか言えねえじゃん。で、そんで過労死するパターンがやっぱ多いでしょ。だからね、会社辞めます代行、みたいな。それを、代行してくれる会社あるからな。一回です。なんだ、いくらだっけな。3万ぐらいでやってくれる。3万ぐらいで代行してくれるやついるから。ああいうのやった方がいいぞ。マジで。無駄だからな。会社なんても勤めてても、お前あれだよ。人間頑張るのは、やめた方がいい。人間頑張らない方がいいよ。人間。何でもかんでもさ、頑張れ頑張れとかさ、言うでしょ。しかもさ、ね、いわゆる、集団心理みたいな。みんな頑張ってんだから、お前だけ頑張るなよ。いや、お前も頑張れよ、みたいな。みんなさ、頑張ってんだよ。それなのになんでお前頑張んねんだよ。ふざけんなよ、つって、バッシングされて、されるんです。実際はどういうことしてくる？知らん。全部お任せでやってくれるらしいよ、なんか。いやいや、俺はそんな使ったことないかわかんないけど。なんか、いわゆる多分、辞表とかをその会社が書いてくれて、で、出してくれたりとかしてるらしいよ。してくれるらしいよ。なんか、辞表とか全部書いて、その他の問題、雑務とかも全部引き受けます、みたいな。あなた何もしなくていいですって。あなた何もする必要ないんでって。こちらで全て、ね、必要な、書類とかは全てこちらで、揃えますんで、みたいな。すげえぞ。あれとんでもない。あれはいいやつだ。いいやつだと思う。本当に。あれは本当にいいサービスだと思うよ。でもあれだな、本当にショック受けたな。そのさ、さっき言ったさ、カラオケ店でさ、ね、やめますって言って、その当日だか前日だかに辞めますって電話して、で、店長にね、そう電話して、で、お前ふざけんなみたいな感じで、言われたけど普通に切ったんですよ。会話で電話切ったんです。で、それで、次の日からもう来なかったんですけど、行かなかったんですよ、俺バイト。そしたらもう実家に来て、ね、だって、親とかもいるわけで。実家に。ピンポーンって来て。で、罵声浴びせられて、
帰っていきました。あれは本当にトラウマになったわ。あれはちょっととんでもない。とんでもないトラウマを植え付けられたな、あれは。26にもなって、バイトして1週間で辞めて、お前そんなんだから実家暮らしで、ね、なんか、定職にもつかずに、ね、いるんだ、と言われて。すっげえ傷ついたな。ちなみに有名な招き猫です。あのね、カラオケ店の招き猫っていう、新潟の俺の実家にいたときに、もう多分ないのかな。まあ、割かし、よく行ってた、招き猫っていう、カラオケ屋さん。あと、一番とんでもなかったのが、俺が大阪に住んでた時に、派遣で、パチンコ屋に、配属されて、で、派遣のそのパチンコ屋で働いてたんですよ。で、それを確か1週間か2週間ぐらいで、腰を壊しちゃって、パチンコのさ、運ぶんじゃん。あれで腰、もともと俺腰ダメなんですよ。もともと腰ぶっ壊れてんのに、それでもうぶっ壊れて、もういけねっつって、電話したら、こちら、ボクチンの、超、有名じゃねえや。俺がもう、とんでもないブラック企業、なやつがあるんですけど、なんと、ブラック企業にですね、その派遣会社がブラック企業らしくて、給料をね、取りに来いって、そこまで取りに来いって言われて、取りに行ったらなんと、19万円請求されたっていう。これは伝説。俺の中でも伝説。自分で言うけど伝説ですね、これ。こちらね、ぜひ見てください。あ、これもう勝手に流せんのか、これ。これ流せるな。これ流そう。俺自分の動画あるんですよ。引用開始。あれ？コンテンツが存在してないか、権限がないため引用できませんでしょ？あら？あ、できないよ。これです。まあ、暇あったら見てください。あ、もう自分で、あれするか。自分の、あれ、キャプルか。これすげえぞ。大阪の、とんでもない、ブラック企業。すごいからな、これ。ね。画面キャプチャー。これすげえぞ。本気で。労働基準監督署にも行ったからな、これ。マジ。労働基準監督署に、
行ったんですよ、これで。これすげえぞ。マジで言っちゃうと、とんでもない、とんでもない、伝説です。これ俺が小型カメラを持って、小型カメラを持って撮りに行ったんですよ。ブラックの、これすげえんだよ本当に。これすげえんだよマジで。大阪は本当にもう二度と行きたくないですね。ちなみにこの会社はもう存在しません。ググったらね、これなんで19万請求されたかっつうと、まあ簡単に言うと、俺が、その会社を、まあ、辞めることによって、その欠員を募集しなきゃいけないと。それとか、その他もろもろ、賠償請求とかって言われて、それで19万請求されたんですよ。これブログでね、俺のブログにもね、一応書いといたんだけど。ブログにも書いといたんですけど、まあ、ひどいですね。で、もういいや、これ動画やめよ、これ動画、これやめる、やめ。ブログにね、ブログに一応詳細が俺書いといたんで、その当時ね、当時のブログ、当時のやつ見たかったら見てください。何がやべえって、そのさ、パチンコ屋に勤めた時に、一着制服がなくなったんですよ。一着制服がなくなって、俺の制服がね、なくなって、で、あれ?と思って、そのロッカーにね、消滅したんです。で、3日ぐらい経って、多分俺誰か洗濯したんちゃうかと思って、思ってたんですよ。そしたら、なんと、そういうのは一切してないって言われて、で、会社のその派遣会社に電話したら、自腹で払えって言われて、その制服が1万円ぐらい、
取られて、給料から差引かれて、で、その、なんでそんな盗まれたかっていう話なんだけど、なぜかそこの、パチンコのね、パチンコ屋のその従業員のロッカーはですね、意味不明なことに鍵をかけてはダメという、意味不明な、ルールがあって、わけわかんねえだろ。わけわかんないんだよ、俺も。自分で言ってて何言ってるのかわかんない。なぜかロッカーに鍵をかけるのが禁止されていて。だからぶっちゃけ誰が、誰でも取れる状況だったんです。で、まあ、その会社が仕組んだことなのかわかんないですけど、とりあえず俺は被害届、警察にね、被害届出したんですけど、無駄ですね。大阪県警は全く仕事しねえから、あれ。んで、うん。まあ、その他もろもろいろいろあって、で、19万請求されて、で、労働基準監督署に、報告に行ったんですよ。そしたら、まあ、いわゆる裁判沙汰にするってなると、裁判に20万以上かかるって言われて、これがクソ。この現代の闇みたいな。なんと裁判するのに20万円以上かかります。つまり、裁判にしたとして、勝ったとしても、結果20万円の損です。ひどいだろ?で、次の日に、夜中10時ぐらいに、その会社の人間が、来てさ、二人組で来て、ヤクザみたいな感じで。で、ガンガンさ、俺が住んでたそのマンションの部屋に、ガン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 、ね、いきなりね、夜ね、来て、で、開けたら、お前何しとんじゃんみたいな。お前なんで一週間やめてんだよって。すげえなんか、ヤクザ臭いやつが出てきてさ。あれ、とんでもないな、トラウマですね。で、まあなんとかそれで、まあ、請求とか来てたんですけど、ずっと無視してたんですよ。そしたら、何にも問題なかった。いわゆる無視したらね、ずっと放置してたんですよ。その請求に関しては。で、その法テラスとかも行ったんですよね。労働基準監督署も行ったし、法テラスも行ったんだけど、まあ、結局、ろくな対応してもらえずに、ダメでした。ああ。いや、大阪はとんでもないとこや。絶対行かん方がいいぞ。大阪も二度と行きたくねえもん。結局パチ屋ってさ、ヤクザ絡んでたりするでしょ。なんか怖いんだよ、ああいうのって。
まあとにかく納得いかねえっすね、あれは。まあ派遣会社のまあ名前もね、もうそこ住所とかも全部ブログに書きましたけど、あの、うん、多分存在しない、もう存在しない会社ですね、あれ。まあ俺のあれが聞いたのか、俺がニコニコ動画にアップしたのが聞いたのか何のかわかんねえけど、まあ、とにかくあのとんでもない、あのとんでもない派遣会社だったっていう。いやー、今考えてもやっぱ恐ろしいっすね、大阪は。大阪に比べたらお前、東京なんてマジで全然だぞ。今足立区に住んでるけど、まあチャリは盗まれないしな。俺大阪4年間いたけど、あの2回パクられたからね、チャリ。一番腹が立ったのが、あの区役所だったかに行って、で、その時にチャリ、区役所のさ、自転車小屋にさ、止めてさ、で、鍵かけなかったんですよ。で、だいたい30分ぐらい。30分ぐらいして、で、戻ってきたらチャリがない。ね。おまけにチャリの中に、カゴの中に入れといたね、あの、俺が大好きなね、あの、ジンがなくなってる。あの、お酒ね。お酒のジンっていうお酒があるんですけど、それがなくなってる。あーっと思って。で、すぐ。すぐ、あの、監視カメラとかそこら辺にあったんですよ。まあ、区役所だからね。で、その警察呼んで、その、監視カメラをね、一緒に、あの、見たんですけど、いや、ビーフィーターだったかな？いや、多分違うと思うけど、確かギルビー神社だったかな？ギルビーだったかな？確かギルビー神社だったと思うけど。シャリパクられても、まだ良かったんですけど、酒がパクられたんで、俺、すげえ腹立ったの。チャリはもう、どうでもいいんだよ。チャリはどうでもいいんだよ、ぶっちゃけ。もう、その時からもうすでにもう、あの、実家に帰る算段だったんで、大阪からもうあと1ヶ月ぐらいでもう、帰るっていう。状況だったんで、もう別にチャリいらねえわって。まあ、酒返せよって。で、まあ結局その、監視カメラ一緒に見たんですよ。で、それらしい、あの、盗んだらしい、人間も見つかったんです。だがしかし、はっきり言って、全く意味ない。監視カメラね、の映像を、警察と一緒に見たんだけど、もう顔が誰なのか解像度が低すぎて全然わかんない。男か女なのかぐらいは大体わかったけど、男だってのはわかるんだけど、顔はまずわかんない。誰だか解像度が低すぎてさっぱりわからない。んで、いわゆる被害届出して、だけどもう、無駄ですね。
はっきり言って。一体何のための、ね、監視カメラなんだと。何もしてくれないからな、あれ。本当に。だから映画とかで見ると、すげえ監視カメラって、すげえみたいな感じになるじゃん。すっげえ鮮明に映ってたりするでしょ。あれ嘘っぱちですね。そこら辺の監視カメラなんて、クソみたいな、解像度クソだから、誰がわからん。あんなわかるわけない。まあだからもう、とにかく警察はマジで、特に大阪府警はマジで、死ねばいいと思う。何もしてくんねえから、あいつら。あいつらマジ何もしねえから。そう、いいカメラつけとけって感じ。あんなわかるわけねえじゃん。クソみたいな解像度だよ、お前。何のためにあるんだって話。で、大体こういう話をすると、いや、さらに警察こう言ってくるから。あなた、ね、鍵はかけたんですかって言ってくる。いや、鍵かけてませんでしたって俺が言った。そしたら警察が、あなた、鍵かけてたら、あなたが悪いです。ばっちり言うからね。もう鍵かけてない、お前が悪いって。いわゆる100対0で、俺の方が悪いって。盗んだ人間が一番悪いでしょ。いわゆる。そうなのに、ね、パクられた側が悪いって、そうはっきり言いますからね。むちゃくちゃだと思うな。だから今でもそうですよ。いわゆる痴漢とかさ。痴漢、された人間、さ、はさ、被害者みたいなもんですよ。だから痴漢した人間が悪いはずなのに、ね、お前さ、ミニスカ履いてただろうとか。な?おっぱいボローン出してて、な、露出度高い服着てただろうって。じゃあお前が悪いって。それと一緒。こういうの腐るほどあるんです。マジで。この世の中、理不尽。理不尽なこと。めちゃくちゃ多いです。しかもそれをね、いわゆる警察という、本来国民をさ、守るべきものが、それを言うんですよ。その言葉を言うんです。とんでもねえだろ。で、最近どころか、まあ昔から警察の不祥事、腐るほど起きてるじゃん。頭おかしいだろ、あいつら。あれでお前税金もらってんだぞ、あれ。税金で給料もらってんだぜ。それなのにお前さ、セクハラだのさ、強姦だのさ、ね。いっぱいあるじゃん、警察の。警察が。ねえ、何?警察のさ、巡査とかがさ、幼女をさ、暴行したとかさ、腐るほどあるでしょ。
マジでこの国終わってるだろ。一番お前すげえと思ってるのは陸上自衛隊だな。税金払っていいっていうレベルは陸上自衛隊の人だ。もうあの人には、あの人たちはもう頭が上がんねえわ。ねえ、近年のね、洪水だとか地震だとか津波とか、ねえ、いろいろあるじゃないですか。あれでお前、陸上自衛隊一番あれだよ、凄まじい人間だよね。もうなんか、まごうことなき神様かなんかの、だと思いますね。ただし、あくまでも陸上自衛隊だから。空軍、海軍、これゴミです。空海はゴミ。最近の、あれもありましたよね。レーダー照射。ねえ、レーダー照射事件。何って。あいつら海上自衛隊、お前何もしてねえじゃんって。あいつら何を、ねえ、だって本来あっちの方が悪いわけだ。レーダー照射した側が悪いはずなのに、ね、何にも反論もせず、クソみたいな役にも立ってね、お前ら何してんのって。マジで。クソの役にも立ってねえじゃん。海軍って、陸海空で一番地位が高い。何もしてねえじゃん。ねえの。レーダー照射とかほとんどあれだぞ。ピストルで頭をさ、カチャってやってさ、つけてさ、もうこの手をさ、もう、ここに来てるのよ。ここのレベルなんだよ。あれ、レーザー照射って。もうだからあと一歩、パズってやれば、ミサイル発射ですよ。それなのに、何もしない。クズ。あんな人間に税金なんて払う無駄ない。海空いらないでしょ。あれ陸軍だけいいと思う。陸海空の中で陸軍しかまともなやついないよ。ちなみに僕はこれでもね、一回自衛隊目指したことあるんですよ。自衛隊の面接受けたことあるんですよ。陸軍。大阪いたとき、陸軍のね、志望したんですよ。見事落とされました。見事落とされましたね。あそこで受かってればまだ人生がだいぶ変わっただろうな。なんか、だってさ、基本的にさ、公務員じゃん。え？俺確かあの時は21か2ぐらいだな、多分な。でね、適当なね、試験みたいなのがあるんですよ。いわゆる。適性検査的なやつ。適性検査的なやつあって、で、しかもほら、公務員なわけでしょ？全然何もいらないわけじゃん。いわゆる、その国家公務員の資格とかさ、取らなくてもいいでしょ。そ
それだったら別にバイトとかで働くよか、ぶっちゃけ、待遇いいんじゃねで、募集行ったんすけど、なんか、いろいろあるんよ。適当に、とりあえず、ペーパーテストがあって、で、あと、なんか、実際に面接みたいなのを行って、とにかく、声を出せって、なんか、アドバイザーみたいな人いるんですよ。とにかく、大きな声を出せって。そうすれば、ほぼ間違いなく受かるって、言われて、面接の時に、めっちゃでかい声で、いろいろこう言ったんですけど、落ちました。いやー。いや、参ったね、あれは。まあでも、でも陸軍とか海軍とかさ、結構やべえって話聞きますよ、なんか。いわゆる金はもらえるんだけど、その拘束される、ずっとなんか、駐屯地でさ、暮らさなきゃいけないわけでしょ。で、結局あんまり外にも出られないし、で、金があっても結局時間がないとか、ね、まあ、いわゆる趣味とかもほら、できないじゃん。金あっても。その時もうつ病そう。俺はもう二十歳の時からもううつ病だったんですけど、でもうつ病ってことにまずそもそも自分が気づいてなくて、半年か一年ぐらい、ずっと引きこもってて、で、だからその時も自分がうつ病だったって分かんなかったんですよ、結局。会社辞めて、で、大阪来て、大阪来てから一年、半年か一年ぐらい。自分がうつ病だってのを知らなくて、とにかく、まあ、引きこもりですね。簡単に言うと引きこもりプラス、自殺願望的なね。自殺願望と、みたいなね、感じで。まあ、そんで、いや、これやっぱおかしいって思って、精神科に行って、で、まあそっからですね。そっからも薬もらって、まあずっと、なんですよ。まあまあね。人生いろいろありますけどね。まあでもぶっちゃけた話、頑張ったもん負けみたいなもんあるで。もう頑張るって、もういいんじゃないの？人間頑張らなくていいんじゃないの？別に。足立区って街の雰囲気はいい。雰囲気人なんかそんなに、別にいいか悪いかで言ったらまあ、普通ぐらいじゃねえか。いわゆるそこら辺ヤクザをカッポしてるとかじゃねえぞ。ヤンキーとかヤクザみたいなのがカッポしてるかって言ったら、いや全然カッポしてないっす。カッポしてないし、まあ最近あったのが近くの、ヤクザみたいなヤンキー、ヤクザみたいなやつと、動画にもあげたけど、
ヤクザみたいな会社、あれと揉めたぐらい。大阪に比べて、いや、大阪はね、あのね、大阪はな、あれ、ただ見た目が良さそうなだけやで、大阪は。バカとか、あの、アホとかさ、あの、バカ、アホ、マヌケとかさ、普通にあの、笑いながら言ってくるんですけど、あれが大阪で普通なんですけど、俺、新潟、しか住んだことなかったから、まあ、あれっすよね。ダイレクトにあの、受け取る人間なんで。軽い気持ちなの、バカ、アホ、マヌケとか、あの、言うから、大阪は。笑って。大阪に比べたら、まあ、あれ、よっぽどいいぞ。足立区なんてよっぽどいいぞ。マジで。大阪とんでもないと思う。もう、なんかえぐいこと平気でやるからね。とにかく平気でえぐいことやるから。会社とかとりあえず口調が強い。口調がまず、あの、高圧的。まずここだね。だから高圧的なんで、あの、それを、いわゆる受け流さないと、あの、やっていけないんですよ。やっていけないんですよ。だからやっていけなかった。俺はすべてあの全部受け止めるタイプだから。あの、ダメです。だから上司とかに、まああれも新潟か。あれは新潟なんだけどさ。新潟でその正社員勤めた時の、まあ、一年半勤めてたんですけど、まあ、あの、上司二人から、なんでお前、同期、俺と一緒に入った同期が、あの、いて、お前、同期のお前、あいつはできんのになんでお前できねえんだって、まあ、結局俺仕事できなかったんですよ。ろくにできなかった。そんでお前なんでできねえんだって。あいつはできてんのにお前できねえ。なんでやねん。なんでできねえんだよって。こうひたすら、あの、毎日言われて、もう、それで半年ぐらいですね。毎日それを言われて、あの、半年経ってもうダメだと思ってやめた。もうダメだと思ってやめた。もうだからその時点でもうダメなんですよ。いわゆるもうその時点でその上司はもう人を比べてんのよ。俺と同期。もうこれでもう比べてるんですよ。こっちができる。あいつはできるんだよ。俺できない。なんで、あ、こいつはできんのにお前できねえんだ。もう人をもまず比べてるんですよね。できる人間とできない人間をもうすでに比べて、それを俺にあの、言ってくるんですよ。だから、もうだからもうダメなんですよね。人と比べるっていうのが、もう、俺の脳内にもずーっと続いちゃって、もう比べたくねえんだけど、比べちゃうんですよね、これ。こういうのがな。比べたくねえんだけど、比べちゃうんですよ。どうでは分かってんの比べちゃダメだってのは分かってんだけど。
もう無意識に比べちゃうんですよね。でもそれが、普通ですからね。普通なんです、そういうのが普通なんですよ。これが社会の厳しさ。これが普通なんです。常日頃行われてる。だから実際、だから実際問題、社会的にもう人をね、比べる社会じゃないですか。嫌われてたわけじゃない。嫌われていたわけじゃない。それは分かんないけど。まあ少なくとも俺は嫌ってましたけどね。少なくとも。だから何でもかんでもこの今の世の中なんて比べる世の中なんです。で、一般的に、いわゆる一般的にできるっていうのがもうみんなできるみたいな。でも、そこで一人できない人間がいると、そのできる人間からバッシング来るんですよ。そんなんできて当たり前だろって。もうだから、大概の人ができてるのに、できてない人を、バッシングするんですね。そういう世の中です。だからこの世の中は、もうどうしようもないです。そう。もうめんどくせえ。マジでめんどくせえ。33個目さんいらっしゃい。要求ライン上がってきて辛いのが分かる。障害者認定受けられたらワンチャンあったかもだけど無理でした。俺はね、いわゆる厚生年金って、ほら、あるでしょ。会社に入ってたら、受けてるパターンの。厚生年金を、いわゆる会社に、勤めていた時に、うつ病の、その、初診、精神科に初診日が大事なんです、あれ。会社に勤めた時に初診日が、あったら、障害年金っていうのはもらえるんですけど、俺は仕事を辞めて、いわゆる国民年金になってから、精神科に通ったんで、初診日が、国民年金なんです。で、国民年金で、の時に、初診がその国民年金だとですね、1級と2級以外は、
もらえないんです。いわゆる、障害年金。いわゆる、度合いですね。身体障害者と精神障害者ってあるじゃないですか。あれもどっちも1が一番、1級が一番きついやつ。で、2級がその次にきついやつ。で、3級が一番軽いやつ。なんですけど、この3級が、厚生年金だったら受けられるんですよ。ただ、障害年金の、障害年金、厚生年金は、の時に、初診受けとかないと、国民年金の場合だと、なぜか1級と2級しか、そのカテゴライズ、病気のその度合いで、1級か2級、の人しか、障害年金が下りないんです。だから俺はずっと、もらってなかったです。だから障害年金もなしで、しばらく、何年か、あれして、で、リスナーさんから教わったのが、自立支援ですね。この自立支援の、自立支援っていうのがあって、それは、うつ病とかの人だったら、その自立支援っていうのを受けると、普通病院で3割負担なのが1割負担になるっていうのがあって、それをリスナーさんから教わって、で、4年ぐらいずっと、3割負担で、薬もらってたんですけど、初診日って病院に行けばいいんだけど、そうですね。だから初診日は精神科に行けばいい。その初めて精神科に行った日です。3割、そう。普通の人は、国民健康保険とか厚生年金とか、受けてたら、3割負担じゃないですか。残りの7割免除でしょ、3割。で、その精神科とかに通ってる人で、その、なんつったっけ。さっきの1割になるやつがあるんです。これは知っといて得です。なんだったっけ。だから1ヶ月3000円かかったやつが、1ヶ月1000円になるんです。自立支援ですね。自立支援受けといた方がいいです。半年行って3級だとその先1割。いや、それはない。3級とか関係ないです。自立支援はあれ、3級とか2級とか1級とか関係ない。うつ病な、の人間だったら誰でも多分受けられます。俺は、精神障害者3級です。3級の手帳を持ってますんで。まあ、バス代とか無料なんです。バス代とか無料なんです。
まあ、バス代無料って言っても、まあ、都営バスに限るんだけど。まあ、とにかく、その、精神障害者とか、身体障害者とか、あの、まあ、メンヘラの人は、あの、絶対、あの、受けた方がいい。あの、自立支援。俺、4年間ずっと3割で、だって、1ヶ月3000円払って、それ4年間ですから、3万6000円かける4年間だから、3412の15万ぐらい。4年間で15万ぐらい、あの、診察費、てか薬代かかりましたから、ね。しかもバイトしながらで、だから借金もしたことあった、あのレイクで20万円とか30万円とか借金したことあったわ。だって金足りねえんだもん。バイトで30万ぐらい借りれます。だから精神科に通ってる人は、あの、絶対、あの、覚えた方がいい。これぞまさに無知は罪なりって。無知の人間はね、なんていうの、さっき、あの、ドラゴン桜の名言。バカはね、死ぬまで搾取され続ける。これです。知ることと知らないことを知らないというのは罪です。罪なんだけれども誰も教えてくれない。精神科の人間も、あの、その先生も教えてくれなかった。本来ならば、精神科の人間が、先生が教えてくれるのがベストなんです。でも誰も教えてくれない。そう、生パンは無料です。だから結局、それで医者はこう言うんですよ。聞かれなかったから答えない。聞かれてれば答えたって言うんです。いや、だから精神科、その先生によって違うんですよ。少なくとも、あの、ちゃんと教えてくれるところもあれば、あの、教えないところもあるんで、そもそも知らないんですよ。そもそもその自立支援というのが、あの、知らなかったらググることもできないでしょ。だってわかんねえんだよ、そもそも。その単語自体わかんねえんだよ。調べようがない。わかりようがない。知りようがないんですよ。小学生で
だから誰かが教えてくれないと知りようがない。例えばの話、1たす1イコール2です。ね、これか、学校で習います。ただし、学校で誰も教えてくれなかったら、わかりません。一生わかりません。1たす1イコール2っていう、こんな簡単な計算も知らなかったら、誰も教えてくれなかったらわかんない。いや、もう障害者手帳持ってなかったですからね、その時。障害者手帳っていうのも、まさにそれ、申請したらもらえる。ただし、申請しないものにはもらえない。つまり、知らなきゃもらえない。自分で申請しなきゃもらえない。誰も教えてくれない。これです。日本という、社会。国自体、こういうことです。こういうのが世の中腐るほどあるんだ。知らない。知らなくて損してること、腐るほどあるんです。申請してからね、産休は、3ヶ月ぐらいじゃねえか。申請したら3ヶ月ぐらいで降りる。診断書とかいるけど。診断書とかを送らなきゃいけないけど、多分送って3ヶ月ぐらいでもらえます。これで怖いのがさ、前俺上野動物園に女の子とデートしたことがあって。でその女の子が、まあ、障害者で、まあ、いわゆる、まあ、あれだな。1リットルの涙っていう、ドラマで、の病気です。世界の中心で愛を叫ぶ、あれは、白血病です。で、1リットルの涙の、その、主人公の、持ってる病気が、脊髄小脳変性症という、まあ、かなり、これ難病です。脊髄小脳変性症っていうやつ。この人と、まあ、デート、まあ、知り合ってデートしたことがあるんですけど、その後に、知ったんですが、その子ね、車椅子じゃなくて、なんか、押し車みたいなのを、ずっとこう、持って、歩くんですけど、とにかく、まあ、すごい、足が不自由で、もう一歩一歩がすごい、ものすごい一歩一歩がものすごい遅いんですよ。まあ、そういう病気だからさ。でもその子ね、なんとその子ね、ヘルプマーク持ってないんです。これも知らない人間は知らない。赤いこういうプラカードみたいなのにハートマークと十字マークがついてて、
まあ、いわゆる自分が、障害者ですよっていう、その、周りに知らせる、ための、まあ、カードみたいなのあるんですけど、あれ持ってない。で、さらに、障害年金も受けていない。という、事実を知りまして、まあ、明らかに身体障害者、2級か1級ぐらいの病気ですよ。それなのにね、それを知らなかったんです。つまり今までずっと年金もらってきてなかったんです。申請すれば確実に通って1年で、ね、10万、ね、もらえたはずなのに、それを知らなかったって言われて、で、その子が、実家でね、父親とね、二人暮らしみたいなんです。だから、つまり、父親も、その障害年金っていうのも知らないんですよね。知らなかったんです。だから、1ヶ月、なんとその子は、3000円、小遣い3000円で、やりくりしてたって言ってて、もうなんか、胸くそ悪いな。とにかく胸くそ悪い。いや、だから別にその子を責めてるんじゃねえんだよ。当然病院に通ってるはずなんです。それなのにね、その病院のね、人もね、障害年金とかも一切教えなかったってことですね。父親も知らない、本人すら知らない。ね。一ヶ月3000円で小遣いで、ね、やりくりしてて。多分父親は働いてるんでしょうけど、まあ、ろくな収入がないって、いう話聞きました。だからもうそれした時点でもう、俺は怒ったんです。僕は怒ったんですよ。なんでお前調べねえんだって怒ったんです。無知とは罪なのです。絶対は申請せよって、家帰ったらもう絶対申請せよって父親にもちゃんと言って、そういうのあるからって。絶対申請しろって。俺が言ったんです。もう。口酸っぱく。酸っぱく言ったんです。っていうね。しかもその脊髄症の変性症っていうのはもう、いわゆるもう、ぶっちゃけた話、死にます。数年で、歩けなくなって寝たきりになります。で、寝たきりになって、現在治療法は見つかっておりません。ひたすら最終的に衰弱して死ぬらしいです。だからもう、言ったんすよ。その子、小学生の時からもうずっと、なんかあったらしい、そういうの、なんか。
小学生ぐらいの時から発病してたって言ってたんで。胸くそ割り。何が胸くそ割りって。何にも教えねえんだよ、そのクソみたいな。この日本は。クソみたいな。クソみたいだろ？誰も教えてくんねえんだよ。障害者にする。まあ、その子責めてねえんですけど、責めてないんだけどさ。だから胸クソ悪いんですよね。この、こういうの。何にも国がさ、教えてくんねえの。ただあれだぜ。ただ申請するだけで、全然変わるんですよ。だから、0円。だって、申請しなかったら0円。申請したら、障害年金申請したら、2級か1級で、値段変わってくるけど、1ヶ月10万円以上の絶対もらえるんですよ。で、その人が確かね、年齢40歳ぐらい、だったかな？俺よりは年上なんだけど。まあ、40歳だとして、小学ね、6年ぐらいにもう発病したらしいんですよ。ということを考えると逆算して、12歳から40歳まで、だいたい、28ですね。28年間、ずっともらってなかったってことを考えると、1ヶ月10万以上もらえるんで、1年で120万もらえるんですよ。そういうことだ。ちなみに、一応遡ってもらえるらしいんだけど、一応ね。10年間ぐらい遡って、一応その分ももらえるらしいんだけど、たださすがに、28年遡ることはできないんです。もらえないんですよ。つまり、18年無駄です。18年間、その1ヶ月10万円ぐらいもらえるやつを、すべて棒に振るったってことです。だから、その人間本人がバカっていうよりは、知らないっていう、誰も教えてくれない。病院の看護婦すら言わない。先生すら言わない。ね？なんだこれって。こんな国だよ。これがお前、今の日本だよ。クソみてえな。クソみたいだろ？これ日本なんだぜ。しかも障害者ってさ、まあ、ねえ、やっぱ守られるべき存在なわけじゃないですか。当然。一番その、守られるべきその、まあ、言っちゃ悪いですけど、弱者的なね。じゃないですか。それなのに一切言わないって頭狂ってるだろ。病院が、その先生がクソみたいだろ。そう思わんか。クソみたいな世の中だよこれ。腹が立ちようがない。本当に、だからその時すっげえ腹立った。すっげえ腹立った。それと同時に、すげえと思った。本来ならば、その子は、車椅子。もうだってもうほぼ、
一歩歩くのですら、だいたい2秒ぐらいかかる。3秒ぐらいかかるか。一歩歩くのに3秒ぐらいかかるんだぜ。一歩。足をガクガク言わせながら。一歩で3秒ぐらいかかるんだぜ。それなのに、その子がすげえと思ったのは、そんな中、車椅子に頼らずに、自分で歩くって言って。まさに1リットルの涙と一緒です。自分ができることをするって。自分はまだ歩けるから、そんなのに頼りたくないって。言ったんです。すごいぞ俺なんかよかよっぽどすごいぞ。辛い。いろいろ辛い。そういう人の、そういう人がいるっていうこと自体が辛い。だから知らないっていうことは罪なんです。だからといって知らないって、まあ法律とかでもさ、知らないじゃ済まないんですよ。例えば人殺しました、いや私法律知らなかったんで、人殺すのはダメだって法律知らなかったですって言っても通じないですよね。それと一緒で、障害年金知らなかったで済まないんです。だってお前あれだぞ、月10万もらえてたんだよ。それなのにさ、親がさ、親との2人暮らしでさ、まあ結構そのまあ、貧しいわけでしょ。で、しかも、その子も、まあ、歩けるって言っても、ね、かなり、歩行とかも、まあ、かなりね、きついわけです。重度の身体障害者なわけですよ。もし、まあ、その子がさ、横断歩道を渡ってて、で、あ、その子だけすげえ遅いじゃないですか。で、もし、ま、車とかに、ま、ひかれたとかさ、したとしてさ、まあ、命は助かったけど、で、入院費とかで、で、かかりますってなって、で、大して金持ってねえって。それどうすんのお前。そしたらお前、そしたらその親が金出さなきゃいけないわけだろ。で、親が、ろくに金持ってねえわけだ。ってなって、じゃあどうするかって、まあ、そこら辺が借りるしかねえよな。入院費を、
なあ、捻出するしかねえが、金ないし、借りるしかねえよな。で、毎月借金に追われて、もう、この世界に闇しかないよね。そうなったら、ね、それで障害者年金っていうのが、まあ、知ってるか知ってないかでも、だいぶ、その子の人生は、もう真逆で変わったり変わるよね。だから、知らないのは罪なんだけど、それを教えない病院のその医師も、医師だし、ね、親もさ、ろくに知らんような、まあ、親なわけだ。無知な親なわけだ。その子も一人じゃ生きていけないでしょ。厳しいですよ。どんどんやっぱ病状悪化していくんで、で最終的に寝たきりになるらしいですから、その病気はおそらく治ることはないです。現代の医学でも治せません、あの病気は。進行を遅らせることはできるんだけど。まあ、あれと同じだね。白血病みたいなもんだね。進行は遅らせることはできるんですよ。薬とかで。薬とか、あと、リハビリとかですね。できるんだけど。ね。完治することはない。こういう例もあるんで、まあクソです。めんどくせえよ、頑張るのやめようぜ、マジで。もうやめようぜ、こんなクソみたいなさ国で。せやな、なんで医者は自分の金でもない税金なのに教えてあげないのか知らん。そういう人間なんだろうな、俺が。その前あったさっきの自立支援の話もそうだけど、一切教えないからな、医者。大阪いた時の医者、いや大阪いた時っていうあれもないか、精神科のね、教えてくれる精神科多分1割か2割ぐらいですよ。自立支援のことを教えてくれる医者1割か2割です。クソです。クソですね。おそらく、なんだろうな。わかんねえけど、なんだろう、自分の利益になんねえ、なんねえからあれなんじゃないか、知ったこっちゃねえって感じなんだな。社会システム理解してないのに産んじゃった親も親だと思う。
まあでもその病気はほら、結局いつ発症するかわかんないんですよ。病気なんですよ。脊髄小脳変性症っていう。1リットルの涙っていう、映画、ドラマがあるんですけど、あれを見るとね、その主人公が誰だっけ、沢尻エリカさんですね。可愛かった時の沢尻エリカさん。なんで、まあ、ぜひ見た方がいいとは思うんですけど、俺は1話から、全部で12話ぐらいあって、1話から10話、8話ぐらいかな。1話から8話ぐらいまで見てきたんだけど、もうね、なんかね、もう救いがねえのよ。救いがないんです。いわゆる、まあ映画とかで感動するシーンとかあるでしょ。あれっていうのは、結局さ、全部ハッピーエンドで終わりました、みたいな。ハッピーエンドだからこう、感動したりすんじゃん。1リットルの涙はな、話数が、進むにつれて、本当に救いがなくなる。どんどん救いがなくなってきてな。見るのも辛くなってくる。本当に。ただ、やっぱり、まあでも実、あれ、1リットルの涙ってのは、実際の起こったことだからね。いわゆるノンフィクションじゃないんです。違う、ノンフィクションなんです。フィクションじゃなくてノンフィクションなんです。あれは実際に起きてるんです。でね、まあ僕もちょっと、まあそれの影響も受けて、これ、1リットルの涙のね、文庫版があるんですけど、これも買ったんですよ。ただね、一回も見てない。なんでかって、もう救いがねえんだ。泣けるんだよ。ただね、泣けるっていうのが、泣けるドラマとか、泣ける映画ってさ、あれはあくまで感動して泣くわけでしょ。この1リットルの涙は、本当に、もう辛くなってくるのよ。見るのが。その先が。その先がね、もうかわいそうでかわいそうで、いわゆる、それで泣いちゃうんだよね。感動じゃない。哀れみで泣けるんですよ。だから非常に、確かにこれはもう、難しい。ただやっぱり、そういうのも知らない。だって実際に現実で、起きてるわけだからさ。こういうのを知ることは重要なんですけど。重要なんだよ。だって知らないだろ、お前ら。脊髄小脳変性症なんて。名前聞いたこともあるまい。俺も聞いたことない。ね、
あの身体障害者のその女の子、女の子が、に会ってから初めて知ったからね。その病名はね。脊髄小脳変性症っていう。だから実際に起きてる病気っていうのは、知っとくべきなんですよ。誰も知らないっていうか知らないからね。普通だったら知らないじゃないですか。普通だったらそんな知らないじゃん、そんな病気。でもやっぱりそういう人がいるっていうことを、知ることっていうのは本当に大事なんです。知らないことだからこそ知っておくのは非常に価値があるんです。最近あったじゃん、白血病のさ、誰だっけ、陸上選手だったっけ、スポーツ選手が白血病だっつってさ、ねえ、言うとったろ、ニュースであったろ。まあ、白血病だってあれだぞ。あれも、不治の病じゃねえのか？違うか？違うんか、あれ。あれ、骨髄バンクで、骨髄を移植すれば、治るんだけど、骨髄バンクも、ねえ。何千万分の一でしょ。だから俺、骨髄バンクは俺登録したけどさ、どうせ暇だからね。骨髄バンクのドナー登録っていうのがあるんですよ。暇な人間はやった方がいいぞ、ニートは。ニートの人間は。仕事してる人間はちょっと厳しいけどな。だから結局ドナー登録者が少ねえんだよ。だから、で、その、いわゆる、ね、合う、合わないあるから。うん。まあ、白血病も、結局、まあ、骨髄バンクにドナー登録して、そのドナーの中から、ね、合う、自分に合う、その、骨髄を移植してもらうことによって、その、治る。いう、だから、まだ、救いはあるんですけど、脊髄小脳変性症はあれ、不明だからね。まあ、なぜなったのか不明ですから。治療法も確立されてない。結局のところ、まあ、リハビリとかで延命させるしかない。延命ですね。だから、本当に、1リットルの涙は見た方がいいぞ。あと、1リットルの涙と、あれな。俺が毎回押すんだけど、世界の中心で愛を叫ぶな。ここの2個。まあ、世界の中心で愛を叫ぶ、あれは、フィクションだけど。でも、あれは、一応、白血病っていうのは、現実に存在するからさ。まあ、あれは、あくまでフィクションだけど、1リットルの涙はあれ、ノンフィクションで、起こってることを、まあ、映像化したっていうか、そういうのだからね。まあ、ぜひ見てくださいよ。あれ見るとな、骨髄バンク登録したくなるぞ。だって俺はもうそれが影響を受けたから。1リットルの涙と
世界の中心で愛を叫ぶ。この二つをね、見て、まあ、最近って言っても、半年前ぐらいか。見て、やっぱ影響を受けて、で、どうせ俺自分暇だからニートだから、あれだろって。骨髄バンクのドナー登録しに行きましたけど。秋葉原にな、あるんだ。骨髄バンクのあの、ドナーの、登録するやつ。場所が。ドナー登録自体は簡単なんですよ。血取って終わりだから。で、その後にその血を、分析して、まあ、いわゆるほら、まあ、言っちゃあれだけども、結局麻薬とかさ、やってる人間じゃねえかどうかっていう、その検査みたいな、その血液を見て、この人は健康かどうかっていうのを見て、そんで、1ヶ月後ぐらいに、そのあなたが、骨髄バンクのドナー登録、完了しましたとかって、まあ、手紙みたいなのが来るんです。で、まあ、俺も持ってるんだけど。骨髄バンクの、ドナーの。まあ、これはもう、危ねえ。名前が見えるとこだった。このドナーカードがもらえるんです。うん。日本赤十字社のね。まあ、こういったもんがね、もらえるんで、ぜひね、皆さん、あれしてください。偽善者でもいいです。偽善でもいいんですけど。だからさ、人間さ、例えばさ、誰かがさ、募金にさ、1万円さ、募金したってなるとすんじゃん。ね？募金しました。例えば YouTube とかで1万円募金しましたみたいな。その動画撮ったとするじゃん。で、大体コメントでお前偽善者かって。偽善者だろって言われるでしょ。でもね、これ、俺の座右の銘。偽善者。でも、あれなんだっけ？ごめん。あ、座右の銘忘れた。あ、座右の銘忘れた。これなんだっけ？あ、やらぬ善よりやる偽善ね。これ、危ねえ。座右の銘とか言って、ど忘れしたらいい？あれ、やべえぞ。マジで。やらぬ善より、やる偽善っていうね。これ、ニコ生主の、誰だっけ？あの子。久保田さん。暗黒放送の、ね、あの人が言ってました。この言葉。すげえいい言葉だと思うわ。本当に。暗黒放送のな、あの人。最近ほら、あれになった、政治家になったんですよ。久保田学さんね。久保田学さんね、これ。ニコ生の。ね。あ、横山みどりさんね。横山みどりっていう、ニコ生の
あの、ペンネームが、横山みどりさんです。あの、本名が久保田学さんね。本当にあの人はすごいと思うわ。ということで、もう3時です。風呂入ろう。じゃ、皆さんバイビー。